え現在サロン事業と市議会議員をしています、えー、議員は任期4年なのですがその間収入が安定していることからその生活に安住してしまい事業収入よりも議員収入の方が上回ってしまいました議員は無駄なことが多く生産性が低く市民の暮らしに全く寄与せず不必要だと思っていますそんな環境に日々翻弄され早く辞めたいまたは今期で辞めたいと思っているのですが収入が不安定になることを恐れ自分の中で本気がつきませんアドバイスお願いしますえっとそれをちゃんと公に出してトラブルを起こしてやめればいいんじゃないですかね ほその,他の議員さんとかはあまりそれ言ってほしくないよねっていうので黙ってめてめしいと思うんですよ、ね、でもその市民にとってみるといらんやつらになんか毎年1,000万円とか払い続けてるのでなのでどうせだったらあのこんな感じでほとんど仕事しないんですけど毎年1,000万円もらえるんですよっていうのでマジ議員減らした方がよくないですかっていうので大騒ぎした上で辞めて普通にあのサロン事業の方に戻るっていう。 まあ辞めてなのか辞めさせられるのか分かんないですけどでもそうすると多分次の選挙の時にちゃんと働いてくれる人に投票した方がいいよねっていう形になるかもしれないのでなので結果としてはその市民に対して得する形にはなるんじゃないかなと思います。